はい、メダカ族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。メダカ族チャンネル始めて4年経ったような経ってないような、去年の5月プレゼント企画、メダカのプレゼント企画やったんですけど、メダカ族をいつもご視聴いただいているそこのあなた、当たるかもしれない。メダカプレゼント企画に参加するにはどうすればいいか。まずはツイッター、これフォローしていただきたいです。俺たちメダカ族とツイッターの方検索していただくと出てきますんで、はい、そこでフォローポチッと押してやってください。メダカプレゼントの方はですね、まだはっきりどっちにするか決まっていないので、ツイッターとあと俺たちメダカ族のコミュニティの方でお知らせいたします。インスタももしかしたら使うかもしれないという感じで、そういうスタンスでいきますんで、プロ100式かみゆき、どちらかになります。どちらかまあ1種類にしますけど、今回で、どっちがいいかっていうのはコメント欄に入れてください。はい、プレゼント用のメダカ作ってきました。数はこの中はまあ10匹ぐらいいると思うんですけど、これより倍ぐらいもしかするといるかもしれない。うん、一桶全て出したいと思います。で、これまだ決まっていないので、これにするのか、もしくは黒百式、今からすくってくるんですけど、黒百式どちらがいいのかなと思ってます。はい、なのでとりあえず候補としてはこのみゆきたち、口先まで一応光ってるかなという、うん、そういうタイプ。うん、いいお値段ついていたのかもしれない、6年ぐらい前ならもう今安いですよね。はい、ということで血統はなかなかいいですよ。はい、私がもうずっとね、そうですね、何年も、はい、交配させて維持しているやつです。はい、メダカ族系のみゆき。はい、こういう極光タイプ。では次、もう一種類、候補。黒百式、すくってきます。はい。黒百式すくってきました。背中に光が若干乗っているタイプも含まれます。これが一番いい感じかな。うん、はい、血統はまあ悪くはないと思います。今まで紹介してきた黒百式、これ兄弟とかいろいろまあ混ざっちゃってるんですけど、うん、悪くないと思います。はい、今から横側面の方もご覧いただきます。見てください。はい、これ横からなんですけど、メス多いのかなと思ったらオスの方が多かったですね。これ3匹いるな。3匹ですよね、これね、オスね。どっちがいいんでしょうね。どっちがいいのかな、オスが多い方がいいのか。うん、どうしよう。3匹になってますけど、これもしかすると落ちちゃう場合あるので、みゆきの方もですけど、どうしようかな。まあ今5匹入ってるんですけど、2ペア送るということで、2ペア送ることでまあ許してください。2ペアということで、思っていたより体型の崩れがない。はい、
なかった。うん、これなんかすごいいいと思います。はい、オスとしてはいいと思います。ということで2ペア送らさせていただきます。まあ5匹ですよね。はい、2ペアなんだけど、もしかすると落ちてなかったら、滑走するまでに落ちていなかったらメスをこれにプラスして送っちゃうかもしれないということで、はい、なので最初のミユキか、ミユキ15匹ぐらい、15から20匹ぐらいと、この黒百式、どちらがいいかコメント欄へコメントしてください。プレゼントして、プレゼントした後、まあいらないわとか、うん、飽きたなとか、増えたから売るとか、そういう、うん、全然構いませんので、ヤフオクとかメルカリとかで販売したいと言われる方、全然俺たちメダカ族系というふうに全然名前使っていいので、はい、使ってやってください。今回は大丈夫です。プレゼント企画やってみましょうか。はい、皆さんどしどしご参加ください。ではこの辺でドローします。メダカ族ドエシタピヨヨン。